これは今日のドジャースと、マリナーズなどの結果です。僕のホームページで、まだワールドシリーズが優勝したことのないチーム、まあ、例えばマリナーズとかそうですね。まあ、そういったところがという形で、去年、まあ、レンジャーズが、優勝してるんですけども、今日、体がひどくしんどかったので、寝転んでいたら、まあ、ドジャース、まあ、こういう結果になってます。まあ、これは現実ですよ。まあ、この本当の話を受け入れるかどうか、それは今日、警察官が、アリの第一タウンハイツの前に来た時のその話と僕は話をしている時の内容。時刻はね、まあ、昼ぐらいだったと思います。で、まあ、その内容とか、僕は喋ってる方の内容と相手がどういう風な行動をしていたかっていうところを、世間に公開したらどちらが悪いかなんかはもう簡単にわかります。